はい、めっちチャンネルです。めっち。2020年、FW のプレビューが、公開されました。今回はアクセサリーとバッグと、はい、ビーニー&ハット、スケート、シューズをご紹介したいと思います。その前に、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。はい、まずアクセサリーから、ご紹介したいと思います。めっちゃ楽しみですね。アクセサリー。アクセサリーの中ではやっぱ、チャッキーですね。チャッキーですね。チャッキーなの人形かわいい。あと手話のマイクは欲しいんですよ。欲しいんですよ。欲しいんですよ。だけど別々に出てくれたら別々狙いたいっていうのはありますね。手話のマイクにしろ。僕的にはやっぱチャッキーですかね。もうあのチャッキーな人形可愛すぎて欲しいってありますね。あの手話のマイク欲しいんですけどね、あれが別日に出てほしいなっていうのがもうほんま願いっすね。だからやっぱチャッキーの人形可愛い。あれは可愛すぎます。で次はバッグのご紹介をしたいと思います。見ていきましょう。バッグ見てきましたね。僕やっぱトート好きなんですよね。あのバックパック、あのリュックですか、もういいと思うんですよ。あれもいいと思うんですけど、なんかやっぱトート使うんですよね。普段使いやっぱトート多いですね。そこでちょっと悩むなー。でトートを選ぶべきなんかちょっと悩んでますね。これっていうのがいや全部欲しいですね。正直ほんま全部欲しいんですけど、これっていう決め手がないって感じですね。だからバックパックね、リュックサック、あれかもうトート選ぶかって悩んでますね。それではB2 と A&のハットですね、そちらの方のご紹介したいと思います。ビーニー&ハットめっちゃ出ますね。めっちゃ出ますね。いやこれもどれ選べばええねんっていうのが率直な意見です。率直な意見です。どれもありっていうのが本当に意見ですわ。でもまあスマーフ可愛いんですよ。スマーフ可愛いんですけど、いや他も構図つけがたいくらい可愛いんですよね。これ悩むって皆さんも悩まれると思うんですけど、悩むって感じですね。悩む一点張りですね、うん、悩む。ではスケートの方をご紹介したいと思います。はい、今スケートの方見てきましたね。いや、僕もスケボーとかもだいぶ昔以来やってないと、まあちょっと遊びでやるぐらいはあったんですけど、本気ではやってないって感じなんで、いやー、どれ選ぼうかなと思いましたね。選んだところでこれ使ってええんかなと思いますね。使ってええんかなって、もう飾りたいと思いますね。ね、他の服でも出とったバルーン的な、なんかこういうふわっとしたやつも可愛いし、どれ選べばいいねんて、だからどれも可愛いって感じしちゃうね。はい、それでは次はシューズですね。シューズの方いきたいと思います。シューズの方ですね。シューズの方はまあエアフォース1がまた SS と一緒のやつですよね。また来ましたね。いやー、これ毎回僕ブラック欲しいと思ってたんですよ。ブラック欲しいと、でよく言えばホワイトも欲しいと。だからホワイト人気あると思うんですよ。あれは両方欲しいって SS から思ってたものなので、その時に買える状況であれば買いたいなと思いますね。はい、あれ欲しいなと思いますね。な感じで2020年の FW のプレビューのご紹介をしました。今回アクセサリー、バッグ、ビーニー&ハット、スケート、シューズと、紹介してきました。やっぱね、全部トータル合わせたらすっごい数ですもんね。すっごい数ですもんね。いや、これどんだけ自分がゲットできるかって考えたらどうなんかなと思いますね。まあ難しいでしょうね、本当に。まあ人気アイテムもたくさんあるし、さらにコラボが入ってくるっていうのはもうまたテンション上がるじゃないですか。ねえ、このレギュラー的なアイテムでもすっごいのに、さらにコラボとなったら激アツっすよね。僕めっちはすっごいテンション上がってますね。いても立ってもおられへんって感じですね。まあ楽しみに毎日を過ごそうと思います。生きる活力って感じですね。めっちゃんでした。はい、チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。シュプリーム最高です。めっちゃんでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方と高評価の方もよろしくお願いします。そしてTwitter の方もやってるんで、もしよければフォローの方もよろしくお願いします。今後も頑張りますんでお願いします。メチです。